せるおやつトップ3、美腸活の観点からお伝えしてまいります。この動画をご覧いただきますと、今回はイオントップバリューさんで買えるダイエットにおすすめの美味しいおやつがわかります。ぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今回ご紹介しますおやつの痩せるポイントは主に2つあります。1つは化学調味料や人工甘味料などが無添加であること、そして腸内環境を整える食材を使っていること、この2つになるんですね。その理由は、たとえあなたが食事制限を頑張ったとしても、きつい運動をたとえこう一生懸命頑張っていらっしゃったとしても、こういった人工を、甘味料ですとか化学調味料、こういったのを取ってしまわれると痩せ体質になることができないからなんですね。例えばあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌がやはり好む食材というのがあります。そして逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌が好む食材ってあるんですね。でこの悪玉菌が増えてしまうと、あなたの味覚がおかしくなってしまって、太りやすいものが、ね、欲しくなってしまうんですね。でその一つにやはりこういった化学調味料であったり人工甘味料というのがもう大きく、まあ、影響しているわけなんです。例えば化学調味料というのは、食材のその原材料名を見ていただきますと、実は調味料カッコアミノ酸などと書いてあるんですよ。これが実は化学調味料なんです。またその人工甘味料なんて書いてないんですよ。キシリトールとかですね、あとアスパルテーム、アセスルファム系とか、こういったよくわからないカタカナで書いてあるものというのが人工甘味料なんですね。こういったものを取ってしまうと、あなたの味覚がおかしくなってしまって、結果太りやすいものを欲しくなってしまったり、また健康も害してしまいますから、もうぜひぜひ何かそのおやつを購入される際は、こういったものが入ってないかな、無添加かなっていうのを日頃からですね、あなたも取り組んでいただきたいなと思います。私も常日頃からもいつもチェックしてますので、ものすごくお買い物に時間がかかります。もういちいち見るんですよ。もういちいち手に取って、あ、これ入ってるからダメだって戻したりしてね、もう本当お店の方からね、あの人なんだろうって思われてるかもしれないんですけれども、気にしません。もうそれぐらい大事ですよ。本当に体に入れるものってすごく大事ですから、あなたもぜひこういったものをチェックしながら美味しいおやつ選んでいただきたいと思います。それではここから以上の痩せるポイントを踏まえた上で、私が選んだおやつトップ3ランキング形式であなたにお伝えしてまいりますね。今回のイオントップバリューさんで選んだ痩せるおやつの第3位はこちらです。米粉を使ってふんわり揚げたチップス、海苔塩味なんです。でこちらですね、調味料カッコアミノ酸核酸を使用していませんと、もうきちんと書いてくださっているので選びやすいと思うんですね。でこちらふんわり揚げた生地を青さと青のりで風味豊かに仕上げました。サクッとした歯触りが楽しめますということで、この青さと青のりというこの海藻が入っているのも痩せるポイントになります。海藻と言いますのは、まあ、なかなか普段こう大量に摂ることでしにくいと思うんですけども、こういったおやつに上手に海藻を取り入れることで腸内環境を整えて痩せ体質になることができるんですよ。あとカロリー見てみましょうね。1袋あたり 40g 入っています。でエネルギーが 200kcal です。でタンパク質が 1.1g、 脂質が 9.6g ですね。そして原材料名は米粉、小麦、でんこ、甘薯、でんこですね。あとは食塩、砂糖、植物油脂と食塩、青さ、青のりだけでできています。一切化学調味料や人工甘味料は無添加のチップスになっています。でまた小麦だけではなくて米粉が使ってあるのが良いですね。やはり小麦というのは太りやすいんです。まあ、糖質になりますから、まあ、小麦の糖質よりもやっぱりお米の糖質の方がダイエット向きなので、こちらおすすめです。ただ一度に食べ過ぎてしまうと、これ一袋で 200kcal ありますので、ちょっと多めですよね。なのでできれば 2,3 回に分けて召し上がっていただきたいなと思います。それではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。イオントップバリューのいかり豆です。
こちらはですね、そら豆をコーン油で香ばしく揚げてやってカリッとした食感ということで、すごくねこちらも無添加になるんですよ。原材料名はそら豆、コーン油、食塩のみでできております。でこちら1袋あたりが100g 入ってまして、エネルギーが457キロカロリー、そして嬉しいのがタンパク質 24.1g も入っています。あとは糖質、脂質とともに若干高めなんですけども、これを一気に一袋食べるというのはやはりダイエット中であれば NG ですよね。ちょっと食べ過ぎです。なのでこちらもそうですね、一度にまあせいぜい10粒ぐらいを目安に召し上がっていただくと良いと思うんですね。そしてやはりもう原料はそら豆ですから、もうとにかく良質のタンパク質を摂ることができます。でタンパク質すごく大切なんですね。ダイエット中にタンパク質って欠かせないんです。なぜかというと、タンパク質が不足してしまわれるとあなたの食欲が暴走します。タンパク質足りないっていう状態でダイエットしてしまいますと、どうしても食べたくなってしまって、必ずその先にはリバウンドが待っていますから、もう上手にタンパク質取りながらダイエットに取り組んでいただきたいなと思いを込めて、このイカリラメ選んでみました。それではいよいよラスト第1位はこちらです。イオントップバリューの素材の甘みを生かしたしっとり焼き芋なんですね。こちらはですね、紅あずまのお芋を使ってらっしゃって、食べやすい一口タイプに仕上げてありますということで、原材料はなんとさつまいものみです。これ素晴らしいですよね。もう無添加以外のもう何物でもないという、もうこの一つだけなんです。でしかも、まあ、私別動画でもね、あの美味しいさつまいもダイエットという方法ということで動画お伝えしているお話あるんですけれども、そのじっくりですね温めて焼き芋って太るんですよ。ただしこのようにその温めて作った焼き芋も一旦冷やしてしまえば痩せやすい焼き芋へと変化するんですよね。なぜかというと、一旦冷やされると糖質が変わって、そのダイエット向きの糖質にですね、なんと変化してくれるんです。なのでこちらはその焼き芋なんですけれども、もう一旦冷まされて、こういったレトルトパックになってますから、ダイエット向きの焼き芋になりますので、ぜひぜひこちらダイエットに使ってみてくださいね。ということで、こちら1袋あたりがですね 100g 入っています。でエネルギーは 139kcal です。でこちらタンパク質も取れます 1.2g、 そして脂質がもうたったの 0.2 なんですね。もうこれいいですよね。そして糖質がちょっと高め 30.2 です。やっぱりお芋ですから糖質は高いんですが、先ほどお伝えしたように一旦冷めてるお芋ですから、ダイエット向きの糖質へと変化しています。そして今までご紹介したおやつのお値段なんですけれども、まず第3位の、揚げせんですよね、これが90円です。そして第2位のいかり豆が148円でした。そして最後のしっとり焼き芋が178円なりでしたね。あの本当お得ですよね。もうほぼほぼ200円以内で収まってしまう。しかも一度に食べるおやつではないので、2、3回に分けるとしたらもう1回100円にもならないというダイエット向けのおやつご紹介いたしました。さあこの動画のまとめです。痩せるポイントは、化学調味料や人工甘味料が無添加であること、そして良質のタンパク質を摂ることができることでしたね。そして食べる量は2、3回に分けましょうというところがポイントでした。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのように様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお届けしているんですね。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加ください。また私のお話にご質問がある方、また私とお話ししてみたいという方は、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っております。皆様そちらからご登録後、直接お話ししてくださっております。あなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。